こんにちは、スノーガーデンゆきです。今日はシールを使ってイヤリングを作っていきたいと思います。材料を買いに行った時に、あまり貼り付けパーツで希望のものがなければ、こういったシールもたくさん取り揃えてあったので、よかったらこちらの動画を参考に、このシールパーツでイヤリングに挑戦してもらえたらなと思って、今回作ってみたいと思います。セリアさんで材料を揃えたんですけれども、フェルトちょっと1色使っているので今2色なんですけれども、このフェルトとフェイクレザーと4ミリのパールとイヤリング金具でシール、手縫い糸とフランス刺繍糸のナンバー8を使っています。とそれ以外ではこちらの接着剤、厚紙を使います。とハサミも使います。フェルトを小さくカットしました。でシールをボンドで接着したいと思います。次にパールを縫い付けていきたいと思います。まず一番最初なんですけれども、このちょうどハートの上の部分で、ここの際ではなくて、ちょっと細かいんですけれども 1,2 ミリ程度上に針を出します。でパールビーズを2粒取ります。2粒先の部分に針を通して縫い付けます。で次に針を出すのはこの2粒の間、だいたい穴のところらへんに針を出します。2粒目のパールビーズに針を通します。もう一回2粒取って、針を刺してちょうど間に針を出して、でまたこの2粒目のビーズを縫います。でこれを繰り返します。最後の一粒が縫い終わったら、最初のビーズから一周だけ糸を通します。で一周通し終わったら、このハートのちょうどへこんでいる部分のところに針を刺します。でもう一度だけこの糸の外側に針を出して、でこのへこんでいるところに刺します。でハートのシールをパールで囲みました。
とはゴム結んでカットします。同じものを2つ作ります。あとは材料紹介で先ほどちょっと言いそびれていたんですけれども、こちらのガラスビーズのこの色ですね。このビーズをブリックステッチの縁の部分で使います。では刺繍が終わったので次は裏処理に入りたいと思います。まずこのパールの外側をハサミでカットします。糸をカットしないように気をつけてください。次に小さく切った厚紙とフェイクレザーです。ブリックステッチをするので縁の部分はカットして、この中の部分だけ厚紙をつけたいと思います。でこのフェイクレザーは先にカットしてもいいんですけれども、今回は先にイヤリング金具をつけて最後にカットしたいと思います。なのでこちらのイヤリング金具ですね。で真ん中に少しだけ切れ目を入れます。本当にちょこっとで大丈夫です。結構伸縮性がある生地になっています。で出てきたら接着剤で留めます。金具とフェイクレザーを接着剤で留めたら、次は厚紙とこの刺繍したフェルトに接着剤をつけます。次に厚紙に接着剤をつけて、この刺繍したものと金具を接着します。向きを間違えないように気をつけてください。でポイントなんですけれども、横を向けた時にあんまり金具が下に行ってしまうと、今度縁と縁を縫う際に刺繍がしにくいので、できるだけ真ん中に金具が来るように気をつけてください。でそうしましたら余分なフェイクレザーをカットします。あとは縁をブリックステッチで縫っていきます。まず手前にビーズ刺繍面を向けます。で次にフェイクレザーとフェルトの間に針を通します。でこの最初の玉結びした部分を隠して、一番最初に2粒ビーズを取ります。で、2粒ビーズを取るんですけれども、
次縫う場所は一粒分先の幅に針を通します。で手縫い糸は結構勢いよく糸を引っ張ると絡まる原因になるので、ゆっくり糸を引っ張ってあげてください。絡まってはいないんですけど、結構ねじれてしまってそこから絡まりの原因になるので、ゆっくり糸を引っ張ってください。で次にこの2粒目の下の穴から上に向かって糸を引っ張ります。でしっかり糸がきれいになっているのを確認して次に進みます。次は一粒ビーズを取って、で一粒先の幅のところにフェルトからフェイクレザーに針を通して、またこの下に来た部分の穴から上に向かって糸を引っ張ります。でこれを繰り返していきます。最後の一粒です。で今最後の一粒を通し終わったんですけれども、この最後の処理は最初に二粒通した一粒目のビーズの上を向いている方、ちょうど二粒の真ん中の穴ですねからビーズ刺繍側、こちら側に向かって糸を引っ張ります。でこちらからフェイクレザー側に針を通して、でもう一度今作業したビーズですね、ちょうど一粒目になる最初の一粒目ですね、最初の一粒目になるビーズに針を下から上に糸を通して、で間の部分に針を通して糸を結びます。で玉結びをして、でその玉結びを隠すようにもう一度ビーズの穴に針を通して、ではフェルトを通して適当なところから針を出して糸をカットします。でこれをもう一つ作ります。同じものを二つ作ってイヤリングが完成しました。きっかけはキッズイヤリングを作りたいなと思って、でパーツを探しに行って可愛いシールを見つけたの でこのイヤリングを作ってみようと思いました。なのでぜひこの動画を見て、チャレンジしていただけたら嬉しいです。でこの動画がいいねと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。